山京部や山京部屋は、日本相撲協会所属で、出羽の海一門の相撲部屋。ここではその前身の北の海部屋についても記す。1985年1月場所限りで、現役引退した三穂が関部屋所属の横綱、北の海は、一代年より北の海を襲名し、同年12月1日に三穂が関部屋から、分家独立して北の海部屋を創設した。 初関取は1991年11月場所における大震で以降14人の関取を排出した。長らく三役力士が誕生しなかったものの、2012年3月場所においてマガガ丸が小結びに昇進し、部屋創設から27年にして初の三役力士となった。2006年6月24日には北の海の弟,弟弟子であった13代。 二十山の死去による二十山部屋の閉鎖に伴い、所属力士11人と呼び出し1人を引き取った。2008年に発覚した大相撲力士大麻問題では、重量、白露さんの大麻取締法違反の容疑で、同年9月2日深夜から3日未明にかけて、警視庁の家宅捜索を受け、同年9月8日には、白露さんが日本相撲協会からの解雇処分を受けた。白露さんは、 旧二十山部屋からの預かり弟子だった。力士項目参照。2010年5月29日には、美保ヶ関部屋の弟,弟弟子にあたる11代、木村世平の不祥事により、木瀬部屋が閉鎖処分となったことに伴い、同年5月31日に11代木瀬及び、所属力士27人を引き取った。これにより、北の海部屋は、所属力士47人となり、 この時点で全、相撲部屋中最多の力士が所属する部屋となった。2012年4月1日には、木瀬部屋の再興が認められ、北の海部屋の部屋付き親方となっていた11代、木瀬と力士26人が再び、木瀬部屋へと移籍した。この時、閉鎖期間中に北の海部屋へ入門した、上皇流らも移籍した。 2013年1月には、部屋付き親方である26代小野川が9代、四季森周五郎を襲名して四季秀部屋を継承した。2015年11月場所13日目の同年11月20日に、師匠である北の海が急成してしまう。これを受けて日本相撲協会は、本場所実施中の緊急措置として、先週楽までは部屋付き親方である20代山京を、師匠代行とし、 所属力士たちが北の海部屋の力士として出場することを認めた後、同年11月30日に理事会において20代山京が部屋の師匠に就任することを承認した。これに伴い、同日に部屋の名称が山京部屋へと変更され、幕内、北大輝など所属力士16人、行事2人、呼び出し3人、床山1人はそのまま山京部屋の所属となった。 山京部屋となって当初、部屋の施設は北の海部屋のものを使用しており、以前の北の海部屋の看板は稽古場に掲げられていたが、2017年4月29日に移転した。2021年3月11日、相撲協会は3月場所前の力士、親方750人の大気 PCR 検査で、部屋付きの29代小野川の2019年、 新型コロナウイルス感染が判明したことを発表した。小野川は無症状であるという。同月13日、山京部屋の力士15人全員が休場となることが発表された。小結前頭。ありがとうございます。